ということでね、今回はリゼロから始める異世界生活第18巻の感想考察動画になります。18巻読みましたよ。もうレグルスとエミリアのこの結婚がどうなるかっていうところですよね。もうこの表紙からしてもう嫌だわ、イライラするわ。で、後ろもね、苦し様がすごい状態になってるなっていうのがわかりますね。ということでね、ちょっとしたね、感想考察動画になるのでネタバレ含みますのでご注意ください。少しメモしたんだけど、今回この話の中でアルがね、かなり活躍っていうかね、ちょっとんって思うところがね、たくさんありました。で、アルがエミリアと鏡で、ミーティアで話をしてる時に、エミリアがアルとスバルは似たような印象と雰囲気があると言ってました。やっぱ異世界から召喚された人物だからそういうのもあるんだけど、今まででもなんかあるちょっとおかしい点があったんで、またねここでなんかの伏線になるかどうかわかんないけど、アルはスバルと似たような雰囲気を持ってると。そして、ガーフィールがスバルをね探してたんですが、スバルを探してた時に匂いを辿っていたら、ガーフィールがスバルの匂いを辿ってったらアルに出会うっていうね。それもちょっとね、雰囲気とはまた別だよね。匂いだもんね。ガーフィールの鼻も効く鼻じゃん、ちゃんとした鼻なんだけど、それでもアルの方に、辿り着いたので、これまたなんかあるんじゃないかなって思います。で、今回18巻で感動したところが、スバルのミーティアの放送ですね。ミーティアで、フンドの剣能でみんなの心がね、ズタズタにされてるところ、もう不安やら恐怖やらでもう心がねやばい状態のところで、スバルがねミーティアで放送したあの内容がね、ほんと素晴らしかった。みんなの心もねうわーっていう感じになったし、俺もすげえ感動したってなりましたね。これはねぜひしっかりアニメでね聞きたいなと思います。これやるの18巻まで行くのいつになるんだろうか。いやでもね、アニメでねしっかりスバルの声でねこの放送を聞きたい。すごい感動する。はい。で、あとは魔女教が欲しがっているものが、魔女の遺骨だったんですが、プラスね3つ合わせて4つですね、4つになりました。1つが、さっき言った魔女の遺骨、2つ目が H の書。これはロズワールとベアトリスが持ってた H の書なんだけど、なぜこの名前が出たのかっていうのがね今回明かされました。そして人工精霊、これはねベアトリスですよね。で、エミリアとの結婚、これはレグルスが要求してるものですね。まあ要求してるっていうか、もう結婚しますよみたいな感じだよね。で、これで H の書はオットーがね実は持ってました。オットーが、ロズワールのことをどうしてもね信用できない。でもエミリアとスバルはちょっとずつね信用してってるところがあって、それでもオットーは全く信用してない。だから H の書で、今回ねロズワールはみんな仲間たちにはね手出さない、悪いことしないっていう約束をしてるんだけど、じゃあ H の書、その約束をする前に H の書で何が記載されてたか、それによって過去からの攻撃があるのではないかっていうことをねオットーが不安がってて、それで、夫が復元師に、この H の書を復元してもらおうということで、H の書を黙って持ってきてたそうです。いや、でもね、夫の気持ちわかるし、夫すごいな。そういうところまで考えてるの、マジですごいなと思いました。であとは、やっとね、この最後の方で、やっとじゃあ、もう一度、魔女教と戦いに行こうということで、チームがね、攻略組が、分けられました。で、分けられたチームが、プリシアとリリアナでフンド。これはなんとなくわかるね。リリアナの力が必要なのは、すごく、この話の中でもわかったので、リリアナとプリシア。ただそこにはね、アルがいないんで、アルもね、一緒に行った方が戦力的にいいのかなって思ったけど、まあ、プリシアめっちゃ強いはずなので、大丈夫なんじゃないかなと思います。で、ガーフィールとビルヘルムで色翼、そして屍兵ですね。はい、屍兵の中には八つ腕のクルガンかな、クルガンと、テレシアがいます。で、色翼3対2ですね。これ結構ここのビルヘルム強いよ。で、ガーフィールも強いけど、
ここが一番辛いんじゃないかなって思いますね、人数的にも。でユリウスとリカードで暴食ですね。まあ、ここは余裕なんじゃないかな。逆にユリウス一人でもいいんじゃないかなって思うぐらいなんだけど、まあね、1対1よりは2対1の方がいい。ただこのリカードはガーフィールとビルフェルムのところに行ってもいいんじゃないかなって思うけど、まあまあまあ確実にねやるために。で、戻ってきたラインハルト。ラインハルトもね、いろいろあってね、戻ってきましたよ。お父ちゃんといろいろあってね。まあ、それもね、読めばわかるんですけど。で、今回、ラインハルトとスバルで、レグルスと戦うということで、強欲担当ですね。強欲のところをやりますね。で、これで、まあ、攻略組が揃いました。この4つ。憤怒、色欲、暴食、強欲。誰が戦うかっていうのが決まりました。で、あとね、最後、H の書が復元紙のところに置いてあるから、オットーがね、それを取りに行くということで取りに行ったんだけど、まあみんなはね、攻略組が行ってるから、もう魔女教滞在司教は滞在司教はいないはずなんだけど、いました。暴食がいました。やっぱ前回考察した通り、暴食何人もいるっぽいね。これで二人目だね。オットーの方に、オットーと会った暴食が、レムの記憶を奪った方の暴食でした。ということは、ユリウスとやっぱ戦ってる方の、名前が違かった暴食は、その、別の暴食ですよね。いや、オットー、これどうなるんだ。いや、ほんと一番最後のページだから、オットーが、もう暴食と出会いましたっていうところがこの18巻の最後なんで、いや、どうなるんだということでね、19巻気になりますね。はい。で、前回の考察の中で僕が言ったのは、このスバルが死んでどこで死に戻りするのかなっていうことを言ってたんですけど、スバル死んでなかったね。かろうじて生きてた。で、この最初に言ったクルシュがもうひどい状態っていうのは、色欲のなんか竜の血を入れられてひどい状態になってて、でスバルも入れられたんだけど、あんまりね痛がってる姿とかなくて、まあ痛いとかはないんだよね。クルシュから取った時だけ痛かっただけで、あとはね痛みが感じないっていうところがね、スバルの体がどういう風になってるのかっていうのがね、今後もなんかあるんじゃないかなって思います、という感じですね。なのでスバル一回も死に戻りしてないね今回。だから最初のフンドと戦った時に 3,4 回死に戻りしてからは一回も死に戻りしてないんで、結構生き延びてるなっていう感じですね。ただもうここね、ラインハルトとスバルでレグルスと戦うんだけど、レグルスのなんかにやられそうだなとは思うな。さすがにラインハルトがやられるっていうのは想像できないけど、まあ、レグルス強敵なんでね、どうなるかなと思います。ではね、19巻、読んでいこうと思います、という感じで、今回はリゼロから始める異世界生活第18巻の感想考察動画でした。